田店さん、みなずきっていう屋号なのかな、みなずきの玉田店さんです。半額になってたら140円で買えちゃいました。やっぱり安いです。こっちもわらび餅屋さんもやっぱ和菓子屋さん多いね。まあね、ちょっと市場とかあっちの方から外れたところだけど、全然ね、いいですね。ここはリビングショップ望月さん、そう、すごいな、おかしながらなですね。この辺りになるとやっぱ駐車場も安いね、最大60分やもんね、安いな、いいですね。夜間やったら200円で済むんよ、めっちゃ安いね。ここも最大600円、安いな。いろいろフリーキップを買って回るとかっていうのでパークアンドライブするんだ。これあたりでも止めちゃって、止めてしまって、で、フリーキップ買ったらね、京都駅前とね、一緒に睨んで、あっちの市場とかの方なんで、市場出るんだったらかかりませんもんね、八丈とか。お惣菜、お弁当屋さん、いろいろあるなぁ。鴨川に出る前のところに何かあるらしいんだけどな。ここもコインパーキングなんや。画面だと普通に青空な感じですけど、結構もう日差し的には夕方の日差しな感じですからね。髪がね、もうこんだけ伸びてますもんね。よいしょ。これもカムカムやな。行き過ぎとんな。地図面わからな。そうか、こっち南側で変のかわからん。今の現在地から、やっぱちょっとオーバーランしてるな。曲がっていったらいけそうだな。前に見えとるのがもうそうなのかな。そこがもう御霊神社か。こっちの方らしいけど。それか、ここだ。本当だ、ちゃんと円の方だな。ってことで、それが最後の時間。本当、同志社大学の意外と近くにあるな。中はちょっと閉まってるみたいけどね。西園寺家の北山山荘として受け継がれとったってことはやっぱりそうです、西園寺家のあれなんですね。歴史は相当古いってことですね。でも間違いなくこれ西園寺って読み方でよかったですね。なるほどね。違ったのか。
で、あと、そっちがあれか。で、そこに五条神社。もう五条神社のすぐ近くなんや。これでさえずり市、すごいな。さえずりってまず読めない。小鳥のさえずりとかでしか使わないあのさえずりですね。はあ。で、五条神社こっち。うわ、西日もうこんな感じですからね。だいぶ西日が眩しい時期ですけど。あの奥か、五条神社は。私の建物いっぱい建っとるね。ここか。時間はもう閉まったのか。閉まったな。もう閉まっちゃってますね。はあ、5時で閉まるかな。はい、そうね、もうちょっとしまっとるね、お上人さんね。やりたらやったんですかね、残念。よし、よし、じゃあまあ7時半までちょっと時間もあるで歩けるだけ歩こうかな。あ、もうこっちも全部閉まってますね。ああ、でも綺麗ね。こっちからね、眺めるだけでも立派ですよね。うん。さあ、で、ここで。この半分に。すごいな。じゃあ、まあせっかくやからちょっと歩いてね、こんな感じで。お花がすごいね、なんかすげえ高級な感じが出てるけど、1本500円から行ってますよって、ね、あ、時間持ってるな、あとちょっと取っていってね、あ、ちょっといいですね。